取締役専務執行役員経営企画本部長の中川でございますどうぞよろしくお願いいたします本日は当社の事業内容及び業績株主還元についてご説明いたしますまず当社事業をご紹介する前に会社概要をご説明します当社は 今年で創業百十年目となる新設企業です。株式は東証プライム市場に上場しており。業種としては建設業に属しています。事業内容としましては、一番下の欄に記載しております通り。ビル空調設備、産業空調設備。自動車塗装システムの設計施工を行っております。 私どもが関わる建物の設備は、見えない場所に設置されているので、なかなかイメージが湧かないと思いますが、人間の体に例えれば、骨格や皮膚に相当するのが建物、内臓や血管に相当するのが設備とお考えください。いくら見た目が立派な建物であっても、設備が健全でなければ、 建物として十分に機能しません。当社の事業は、皆様の日常生活では、目に触れる機会がないかもしれませんが、重要な役割を担っているとご理解ください。続いて三ページをご覧ください。ここからは、当社の三つの事業分野について順にご説明します。まず、ビル空調ですが、 オフィスビルなどの施設において、人が快適に過ごすための空調設備が対象となります。主にゼネコン、不動産会社などがお客様です。市場環境につきましては、都心の再開発計画など、建設需要は底堅く推移しております。続いて四ページですが、産業空調分野は、電子部品や 医薬品等の工場におけるクリーンルームなどものづくりのための空調設備が対象となります主に電子部品メーカーや製薬メーカーなどがお客様です市場環境につきましては半導体関連メーカーや製薬メーカーにおいて積極的な設備投資が行われています続いて五ページですが 塗装システムは、国内外の自動車メーカーにおける塗装工場が対象となります。当社は同事業において、国内第1位、世界第2位と高いシェアを誇っております。空調の会社がなぜ自動車の塗装をやっているのかと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、自動車の美しい塗装の仕上がりには、 ブース内の空気に埃や塵がないクリーンな状態であることが必要不可欠ですそこに当社の空調技術が生かされています市場環境につきましては北米・日本などでは老朽化した工場の更新投資また中国・インドなどでは増産のための投資が行われています六ページをご覧ください ここからは、当社の特徴について4点ご説明します。1つ目は、高度な技術力による競争優位性です。こちらの円グラフは、前期の完成工事高における事業分野ごとの内訳ですが、ビル空調に比べ、産業空調と塗装システムの割合が高くなっています。この産業空調と塗装システムは、高度な技術力が求められるため、 参入障壁が高く。比較的収益性が高い特徴があります。当社は技術力において。競争優位性を持っているため。両事業分野において。高い割合を確保しております。続いて二つ目は。強力なグローバルネットワークについてです。当社の海外進出は。千九百七十一年に。 タイで初の海外子会社を設立したことから始まり現在では17カ国に28の海外連結子会社を有しておりますまた海外売上高比率はおおむね5割を維持しており海外拠点数とともに建設業の中でも極めて高いことが特徴といえますこのように 現地に拠点を有することによる充実した顧客サポート体制と現地化の推進によるコスト競争力が当社の強みです8ページをご覧ください3つ目は当社が塗装事業で高いシェアを獲得している要因についてご説明いたしますまずは自動車生産工場の全体像について簡単にご説明します 自動車生産工場は、工場敷地内に製造工程ごとにプレス工場や塗装工場、組み立て工場など建屋が分かれて建っています。この工程は各メーカーほぼ同じです。そのうち、塗装工場の建設においては、塗装を行う塗装ブースのほかに、その中に設置される塗装ロボット、塗装機、コンベア、乾燥炉、 廃棄処理装置などが含まれています当社はそれらすべてを一括して受けようことができますこのように当社はトータルエンジニアリング会社としての優位性により国内第一位世界第二位のシェアを誇っております最後に四つ目は 市場環境の変化に対する高い柔軟性についてです。当社の事業は、建設業全般に言えることですが、受注や売上が景気の影響を受けやすいという特徴があります。しかし、市場が異なる三つの事業分野を持っていることや、国内外の幅広い国に展開していることで、 市場環境の変化に対するリスクの分散が効いています。さらに。いずれの事業分野においても。ベースとなる技術は。共通性。が高いことから。需要の変化に合わせ。事業分野を超えて。人員体制を。フレキシブルに組み替えることができます。当社が。千九百七十四年に。東証に上場して以降。 これまで一度も形状赤字に陥ることがなかったのは、この事業の柔軟性によるものと言えます。続いて10ページですが、事業領域の拡大について3点ご紹介いたします。まず1つ目ですが、環境システム事業において、産業空調で培った空調技術を活かし、 完全人工高型植物工場事業に取り組んでいます天候の影響を受けず、安定した収穫が求められる業務用野菜の市場ニーズを捉え、事業を拡大しています2つ目は、塗装システム事業において航空機、鉄道車両など、自動車以外の塗装や塗装を剥がす研磨工程、 取り組んでいます。これらの分野は、いまだに。手作業で行われており。当社の自動化システムが。市場ニーズに合致していると考えています。十一ページをご覧ください。三つ目は。当社の研究開発部門における。宇宙事業。への取り組みです。ジャクサ。宇宙探査イノベーションハブ。 東京理科大学体制建設と共同で研究を開始しました。空調や塗料回収に関する技術など、当社が長年培ってきたあらゆる知見を生かし、宇宙におけるカーボンリサイクルへの貢献を目指しております。続いて十二ページですが、ここからは、 当社の事業を通じた環境貢献についてご説明いたします。環境システム事業では、CO2 排出量について、2013年を基準とし、2030年までに25%削減、2050年までに80%削減するという目標を掲げています。また、塗装システム事業では、 自動車1台当たりの CO2 排出量について2050年ままでに実質ゼロ化を目指しております。現在両事業ともにカーボンニュートラル達成に向けた取り組みをさらに加速しております。続いて13ページでは全ページの環境システム事業の CO2 削減に向けた具体例をお示ししております。 ご参照ください。続いて、14ページでは、12ページの塗装システム事業の CO2 削減に向けた具体例をお示ししております。これらの技術は、環境貢献にとどまらず、他の塗装を必要とするあらゆる事業分野に応用・進出が可能と考えており、成長戦略としても注力しております。 ご参照ください15ページをご覧ください当社は ESG に対する取り組みが高く評価された結果ご覧の2つの ESG インデックスの構成銘柄に選定されていますご参照ください続いて16ページですが業績の推移について ご説明いたしますグラフでは過去13年間の受注売り上げ経常利益の実績と今期から始まった新中期経営計画の3年間を示しております過去においてはスマートフォンなどの成長市場を的確に捉え業績を伸ばしてきました。直近では 新型コロナウイルス感染拡大などの影響が一時的に利益を押し下げましたが今期から始まった新中期経営計画の期間においては旺盛な設備投資を背景にさらなる業績の成長を見込んでおります十七ページをご覧くださいここからは株主還元についてご案内いたします 過去の配当方針につきましては配当成功による目標を掲げ2011年から2020年までの利益を伸ばしたことで10期連続増配となり2021年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で一時的に減配となりましたが2022年には2020年と同水準の年間配当金 百円に増配しました。十八ページをご覧ください。今期から始まった新中期経営計画で、従来の配当成功を基準とした目標から、連結自己資本配当率、いわゆる DOE 基準を導入しました。DOE とは企業が自己資本に対して どの程度の配当を支払っているかを示す仕様のことをいい配当額は連結自己資本に DOE の3.2%を常時で算出いたします DOE は当社の事業特性と親和性がありますまず当社は財務の健全性を示す 代表的な指標であります。自己資本比率において。二千二十二年三月期の実績で。五十四点七パーセントと高い水準であります。それに加え。上場以来。経常赤字。に陥ったことがございません。十六ページで。お示しした通り。足元では。 利益成長が見込まれていることから右に示しておりますグラフの通り利益成長とともに自己資本が積み上がっていく特性がありますまた当社は景気の影響を受けやすく市場環境の変化を一定程度受ける傾向にありますよって利益 に連動した配当成功よりも、自己資本をベースとした DOE 基準の方が安定した配当が期待できます。以上のことから、安定的な配当を実施するため、配当方針を変更し、連結自己資本配当率、DOE を3.2%に設定いたしました。 これにより2022年3月期の配当実績は100円でしたが今期から始まる新・中期経営計画の期間においては年間配当金1年目121円2年目127円3年目133円 と増配を予定しております。19ページをご覧ください。自己株式の取得についてご案内いたします。オレンジ色の棒グラフが、自己株式の取得額の推移を示しております。直近では自己株式の取得を実施しておりませんでしたが、今期から始まる新中期経営計画において、年間20億円をめどに、 自己株式の取得を実施する予定としておりますただし今期につきましては8月10日の取締役会で当初予定を上回る30億円の自己株式取得の決議をいたしました淡い折れ線グラフで示しているのが総還元成功です総還元成功とは配当と自己株式の取得を合わせて 当期準利益のうちどのくらいを株主還元に回しているのかを示す指標ですが新中期経営計画期間におきましてはよりり高いい水準を目指してまいります。最後となりますが株主還元については DOA 基準の導入により高い水準でかつ安定した増配が期待できることさらには自己株式取得を進めることで 株価の上昇期待があること、これらをぜひ覚えておいていただければと思います。ご説明は以上となります。ご清聴いただきありがとうございました。